よもぎです。もちもち。はい。企画の生放送終わりに撮影しています。ちょっとね、その放送で浴衣を着たので、ちょっとせっかくだから動画も撮ろうということで、浴衣で撮ってみてます。皆さん、今回のサマーキャンペーン、グラブルいかがでしたか？すごい大盤振る舞いで、今年もね、本当にありがとうございますっていう感じだったんだけど、私はそのサマーキャンペーンでもらえた石とかチケットとか合わせて2回天井をしました。1個目の天井ではリミナルメアを念願のニュースして、2天井目はね、グランデフェスで天井したんですけど、これのもう引きがもう結構良くてですね、新キャラは全部引くことができて、天井であのリミテッドイーウィアをゲットしました。でね、その道中でね、念願だったずっと欲しかった浴衣イルザとナタク引くことができてね、本当にもう嬉しさいっぱいの2023夏グラブルっていう感じで締めようかなって思ったんですけど、本日はリンクスメイトで撮りたい季節限定キャラランキング、個人的ランキングをね、やっていきたいと思います。ありがたいことに今回もロジックリンクス様とのタイアップ動画となっております。3回目ありがとうございます。過去2回の動画でリンクスメイトの基本や申し込み方法などをご紹介してますので、よかったらそちらも見てください。ということなんで、季節限定キャラ、欲しいキャラなどについてお話ししていきたいと思います。はい、ということで、まずは季節限定の手持ちのキャラはどんなのがいるのっていうところからちょっとご紹介していきたいと思います。まずは水着キャラ。水着はね、結構いる。夏のいろいろキャンペーンとかで引けたのもあるし、無料ガチャが夏はね大体あるので、それで引けたりしてて結構ありますね。今回の新キャラも引けたし、サマーシタレっていうのでね、そうサマーシタレであのビカラちゃんとか、あとザルハメリナをねお迎えすることができました。ありがたい。そんな感じかな。あとフェリエルとかも嬉しかったなーっていう感じの夏で、次は浴衣、あ、水着か、さっきの浴衣水着で、違う、水着で、これが浴衣です。浴衣はこんな感じだね。そう、アニラも引けたし、浴衣イルザ、念願の浴衣イルザ、これはもう本当に嬉しいで、バンピーちゃんも引くことができました。サマースタレのザルハメリナちゃんいますね。そうで、次問題はね、こっからなんですけど、バレンタイン、これバレンタインの手持ちです。結構バレンタインはなかなか引けてない。このアグロバルはサプチケで撮りました。はい、次はハロウィン。ハロウィンもね、あんまり引けてないな。リッチとフロレンスはたまたまちょっと回したら引くことができているんですけどね。この、あれ？このハロウィンなのか、ロゼッタ。これなんかで引いたな。なんだっけ？なんか復刻のなんかで引きました。はい、最後、クリスマスはこちらです。少ない。少ない、欲しいキャラいっぱいいます。これをね、踏まえた上で、私の独断と偏見の欲しいキャラランキングを発表したいと思います。第3位、ダダン！ハロウィン・ベインでーす。いいよね、ハロウィン。ハロウィンキャラってあんまりやっぱ取りづらいみたいなので、ハロウィンとかバレンタインとかをね、リンクスチケットで取るのはすごいいいと思います。そのハロウィンの中でもね、欲しいのがハロウィン・ベインで、こちらがね、サブに入れてるだけでももう防御 50% アップするっていう、すごいいると助かるキャラとなってます。高難度とか強い敵に行く時に連れていくだけでも結構変わるのかなっていう印象です。欲しいなーって感じ。
はい、第2位はババン、水着シャルムでーす。まあ、水着なんでね、うーんっていうところはありますが、あの入手しやすいっていうのがあるので、ね、うーんっていうところありますが、サマーキャンペーンも終わったばっかりで、まあしばらく水着とかは取れないのかなっていうことを考えて水着シャレムちゃんにしました。水着シャレムちゃんは結構高難易度キャラなので、いるとかなり使えるかな。高難度向けのクエストじゃないね奥義ゲージを消費して CG0 で使える累積攻防ダウンに加え、敵行動封印や奥義のスローとディスペル、うん、行動遅延や強化対策、やっぱそういうところが強いよね。フルオートにもいいみたいだからいいよね。やっぱり結構独自性もあるみたいなんで、長く使っていける可能性もありますよね。敵の弱体10以上で奥義のディスペルとスローが2回発動、すごいよね。本当にこれこそ唯一無二っていう感じのキャラクターですね。うん、欲しい。あと見た目も好きなんですよね、私シャレムちゃん。もう本当にドストライク、女の子のこのちょっとこう小麦肌というか黒い肌に明るい髪の毛の色みたいなキャラが本当に好きなんで、ドストライクのキャラなんで、ぜひとも欲しいです。はい、ではではラスト、栄えある第1位、ババーン、ハロウィン無限でーす。まあ本当にもう大本命ですよ、これは。とにかく短期戦に強い。最大 HP が 30% 削れるごとに味方に 20% の追撃を付与。あ、そう、ネハンとね、組み合わせるといい。で、ネハンとフロレンス持ってるんで、ちょうどそこにやっぱり無限がいてくれると、全然違うよねって思いますよね。ここでまた無限が加わったら、こう火力もまたアップできて、ね、なんかいろんなクエストまた火力出せるようになるのかなとか妄想ばかりしていますね。やっぱ火力的な意味では一番欲しいキャラですね。今んとこ大本命のキャラとなっております。はい。言ってもですね、私リンクスメイトを契約したのが6月なので、このチケットをもらえるまではまだちょっと期間があるんですね。次もらえるのが多分クリスマスらへんなので、まあ、その頃にはまたね、新しいハロウィンのキャラとかクリスマスのキャラとかも出てて、多分環境は大きく変わってると思うので、そこでまあまたね、またそうなったらまた改めて撮るものをね、しっかりと考えて撮りたいと思います。うん、慎重にね考えて撮りたいと思います。貴重だからね。でもこのチケットって本当にすごい。季節限定も取れるって本当にすごいよね。あと召喚石もね取れるみたいなんで、季節限定の、なので水着ベリアルとかそういうなんか召喚石を取るのもありかなって思ったりはしますね。まあもうちょっと考えよう、ちゃんとしっかり慎重に考えていきたいと思います。はい、ここからは簡単にリンクスメイトとそこで手に入れることのできるリンクス交換チケットについておさらいしていこうと思います。まずはリンクスメイトとは、グラブルでおなじみサイゲームズの関連会社である株式会社ロジックリンクスが提供している格安 SIM サービスになります。数ある格安 SIM サービスの中でもゲームに特化していて、対象ゲームやコンテンツの通信料を 90% 以上オフにできるカウントフリーオプションや、ゲーム連携という特定のプラン以上でゲームと連携することで対象のゲーム内アイテムがもらえたり、スタープレゼントというスターを貯めて特定のアイテムと交換できる特典があります。ここら辺の詳しい説明はですね、過去の案件動画でも詳しく紹介しているので、ぜひそちらも見てほしいです。はい、そのスタープレゼントを利用してもらえるのがグラブレですと、今回紹介した季節限定キャラと交換できちゃうリンクス交換チケットっていうのになるわけですね。このスターを貯めるには特定の料金プラン以上プラスカウントフリーオプションに入っていただくとできるゲーム連携が必須となります。
リンクスメイトシムを利用してマイページからグラブルとゲーム連携すると毎月もらえるようになります。このスターを12個貯めると素晴らしいプレゼントと交換できるようになっちゃう仕組みです。 20GB 以上のプランだと毎月2個もらえるので、12個貯めるには最短半年でゲットできちゃいます。 10GB 以上でもう1個もらえるんだけど、そうすると1年かかるから、グラブルやってる人だとこの 20GB プランが多いんじゃないかなって思ってます。マイページからスター12個とリンクス交換チケットと引き換えて、そのチケットでグラブル季節限定キャラと交換ができちゃうというね、本当に魔法のチケットです。古戦場とかで持ってない有力な季節限定キャラが必要になった時とか、いつでも使えるお守りみたいに持っておくのもありだと思います。私も早くスターが貯まるのを楽しみにしてるので、このワクワクを皆さんと分かち合えたら嬉しいです。リンクスメイトを上手に活用し、これからもグラブルを楽しんでいこうと思います。ということでですね、今回も初期費用が最大1万円割引になるキャンペーンコードをいただきましたので、そちらを概要欄に貼っておきますので、ぜひ契約をお考えの方はご活用ください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。